ンネル。DIM 人事部の川上です。川村夏樹です。川本です。本日は某キー局からゆうせいさんお越しいただきました。ゆうせいと申します。よろしくお願いします。お願いします。ゆうせいさん、かっこ仮名ということでよろしいですか？かっこ、すいません。キー局に今お勤めという、そうですね、はい、ところで、まあ、キー局って富士、日テレ、TBS、テレ朝、テレ東の5つのうちのどれかってことですね。そうですね、ちょっとなんか探られてますかね。じゃあその中で、まあ、キー局志望の学生ってめちゃくちゃ多いと思うので、うん、どんな感じで選考対策したかとか、うん、実際テレビ局の内情はどうかみたいなところをお話し聞いていければなと思います。はい、わかりました。はい、まず選考フローどんな感じだったのか教えていただけますか？はい、選考フローは結構普通の企業と変わらない部分が多くて、書類選考がありで、面接がありで筆記試験があり、ただまあその筆記試験で、単純な試験プラスアルファで、ちょっとクリエイティブな要素を問われるような問題が出ます。さらに面接と重ねて、で1日映像研修といいますかグループワークみたいなものがあり、で最終的にもう一度面接で終わりと、結構多いですかね。何回今面接しました？面接と繰り返しみたいな、繰り返しみたいな、結構繰り返したので、はい、でも 4,5 回はしたかもしれないですね。で途中で先ほどクリエイティブな質問だったりとか、動画研修だったりとかみたいな話が出てたと思うんですけど、はい、そこってちょっと他とは違うのかなと思うんですけど、そのクリエイティブな質問っていうのはどんな感じだったんですか？年によって多分違うと思うんですけれども、大喜利のような問題が出ます。大喜利、ちょっと書けるだけ書けという、時間を設けられていて、書けるだけ書けというような。グループワークはどんな感じだったんですか？グループワークは6、7人、8人ぐらい一つのチームになって、ある課題を与えられ、実行に至るというところなんですけど、そこは番組にちょっと寄った問題が出ます。例えばですけど、何年の、何月に、2時間スペシャルの番組を企画してくださいっていうような課題が出たら、みんなでその企画を持ち寄って、どれがいいかっていうような話をすることが多いですかね。すごい実践的ですよね。そうですね、倍率も高いし、なんかこう今の話聞く限りだとちょっと特殊な質問も来たりとか、実践的なグループワークもあるみたいなところで、どういうふうな対策というか準備を学生時代にしてたんですか？僕はちょっと部活に入っていたので、部活の先輩にいろいろ情報を聞き、単純なそのテレビ専用の対策としてはやっぱりその多くの番組を見るっていうことを一番やっていて、そのさっきの番組に特化した議題が与えられって言った話からなんですけれども、結局その番組の情報を知っていないとそもそも対策ができないので、いろんな番組を見て、今まで何気なく見てた番組をどのようにしてそもそもこの番組って作られているんだろう、何を伝えたかったんだろうであったりとか、あとなんでこの番組19時台にそもそも流れてるんだ、深夜に流れてるんだ、結局テレビは商品なのでマーケティングされてあそこに配置されているということも踏まえると、分析しないといけないなと思っていろんなテレビは見てました、ね、確かにそういう目線で見るとまたちょっと違う面白さがあるかもしれないですね。そうですね。ちなみにキー局ってすごく大きいんで、いろんな部署あると思うんですけど、花形の部署ってぶっちゃけどっかあったりするんですか？これはちょっと個人的な感想がかなり含まれていると思うんですけど、やっぱり制作は一番花形かなと思うんですけれども、入社して思ったのは営業であったりとか報道っていう部署も大事な部署なんだろうなとは思いましたね。特に報道に関してはネットには負けない唯一の部分かなと思いますので、地震起きたらすぐ結局皆さんテレビやらラジオやらつける、人を守るっていう、その使命的な部分で言うとやっぱ報道も強いかなとは思いますね。はい、あと最近で言うとそのデジタルの部署の人気が増えてきてるみたいで、やっぱりこんだけネットと言われる時代なので、このテレビのコンテンツをどうネットに生かしていくか、YouTube じゃなくてテレビのコンテンツをネットで見てもらうかっていうような、そういったアイデアを出してくれる学生が多く見られるような気はしてます。はい、じゃあちょっと次回はですね、もう少し内情のところを深く聞いていければなと思います。じゃあ本日はここら辺でありがとうございました。ありがとうございました。